感動の瞬間。ナンバーアンダーラインアイ、INZM、MV がわずか10時間で100万回再生を達成。その驚愕の理由とは、ILI's の熱い思いが奇跡を起こした。ファンコミュニティ ILI's の熱狂が画面越しに伝わってくる。稲妻のように放たれた新曲、INZM が瞬く間に100万回再生を突破した。その瞬間、ファンである、 i l エ s たちは歓喜に包まれた。8月19日の深夜0時に公開されたばかりのミュージックビデオが、わずか10時間8分で達成したこの記録は、単なる数字以上の意味を持っている。これは、ナンバーアンダーライン愛がこれまで積み上げてきた努力と、その音楽に込められた情熱が、ファンの心を強くつかんでいることを象徴している。INZM の MV 再生回数が100万回を突破した瞬間、 ナンバーアンダーラインアイのファンコミュニティ、ILIZ は歓喜に沸き立った。まるで、待ち焦がれていた稲妻がついに夜空を咲き、大地を照らし出したかのような、熱狂的な喜びが、オンライン上のあらゆる場所に渦巻いていた。その瞬間を、私はリアルタイムで目の当たりにした。Twitter のタイムラインは、瞬く間に、「ハッ #inzm アンダーライン一ムビュース」のハッシュタグで埋め尽くされ、ファンたちの興奮と喜びが、 文字の羅列を超えて、画面越しに伝わってきた。おめでとうクラッカー、100万回突破。凄す,すぎる。何回見ても鳥肌が立つ。これからもずっと応援してます。喜びの声は、まるで止まるところを知らず、溢れ出す感情を、それぞれが言葉にして、発信していた。その中には、MV を初めて見た時の衝撃や、楽曲から受けたインスピレーション、 そしてナンバーアンダーライン愛への熱い思いがぎっしりと詰まっていた。INZM はまさにナンバーアンダーライン愛の進化を象徴するような楽曲だ。これまで積み重ねてきた音楽的な探求と実験、そして独自の感性を融合させた新たな境地を提示している。中毒性のあるメロディーと力強くも繊細なボーカルは聴く人の心を強く揺さぶる。同時に MV は 楽曲の世界観を視覚的に表現した、まさに圧巻の一言だ。映画のような壮大な映像美と、緻密に計算された演出は、視聴者を物語の世界へと誘い込み、その魅力に引き込む。INZM が100万回再生を達成したことは、単なる数字の羅列ではなく、ナンバーアンダーライン愛の音楽が多くの人の心をつかみ、共感を呼び起こしているという、確固たる証拠と言えるだろう。 音楽の世界では、再生回数が一つの指標として大きな意味を持つ。しかし、100万回という数字が示すのは単なる統計データではなく、そこに込められたファンの愛情と支持の深さである。INZM のミュージックビデオが公開されるやいなや、SNS 上では、「ハッシュタグ i n z m アンダーライン一ムビュース」のハッシュタグが飛び交い、ファンたちはその喜びを分かち合った。彼らは、 まるで自分たちがその記録を打ち立てたかのように誇らしげであり、その喜びは時間とともにさらに増幅していった。しかし、この結果は決して偶然ではない。INZM の背後には、ナンバーアンダーライン愛の計り知れない想像力と、それを形にするための絶え間ない努力がある。ミュージックビデオの公開前から、ファンたちはその完成度に期待を寄せていた。彼らは何度もリピートして主張し、 新たな発見や感動を繰り返し体験している。そして、その度にコメントや反応を通じて、その感情を共有し、コミュニティ全体が一体となって INZM の成功を祝った。この現象は、現代の音楽シーンにおいて特に重要である。かつてはアルバムの売り上げやコンサートの動員数がアーティストの成功を図る主要な指標だった。しかし、 現在では YouTube やストリーミングプラットフォームがその役割を果たしている。再生回数は、ファンとの距離を縮め、彼らの反応をリアルタイムで確認できる指標となった。INZM が短期間で100万回再生を達成したことは、ファンがナンバーアンダーライン愛に対してどれほど強い絆を感じているかを如実に示している。この絆は、一朝一夕に築かれたものではない。 ナンバーアンダーライン愛はこれまでに多くの楽曲をリリースし、その都度ファンとのつながりを深めてきた。彼らの音楽は、ただ耳に心地よいだけでなく、聴く者の,の心に深く響くメッセージを持っている。INZM も例外ではなく、その歌詞や映像には、見る者の,の心を揺さぶる何かが込められている。その結果、ファンたちはただ受動的に音楽を楽しむのではなく、積極的にその世界に没頭し、 自らの感情を表現する場としてミュージックビデオを捉えている。ファンたちの反応は、まさにその証拠だ。彼らはただ主張するだけでなく、コメントを通じて自らの感情を共有し合い、他のファンと共鳴することで、さらにその絆を強めている。何度見てもテンションが上がる、最後まで続々しちゃうといったコメントは、INZM がファンにとって特別な意味を持っていることを物語っている。また INZM がもっと多くの国に届きますようにといった願いは、ファンたちがこの楽曲を世界中に広めたいという強い思いを持っていることを示している。INZM の成功は、音楽業界全体にとっても大きな意味を持つ。このような急速な再生回数の増加は、現代のデジタル時代におけるファンとの新しい関わり方を象徴している。かつてはメディアを通じて一方的に情報が発信されていたが、 今ではファンが自らの力でその情報を拡散し、共感を呼び起こすことができる時代だ。INZM の成功は、ファンがただ受け手としてではなく、積極的な参加者として音楽シーンに関わっていることを示している。この現象はまた、アーティスト自身にとっても大きな励みとなる。再生回数が伸びることは、彼らが作り出した音楽が多くの人々に受け入れられ、共感を得ている証拠である。特に INZM のような楽曲が短期間で100万回再生を達成したことは、ナンバーアンダーライン愛がこれまでに築き上げてきたファンベースが非常に強固であることを示している。彼らの音楽が、ただ流行に乗るだけではなく、ファンの心に深く根付いているからこそ、このような結果が生まれたのだ。さらに、INZM の成功は、ファンがアーティストとどのように関わり合い、どのようにその活動を支えているのかを示す一例でもある。 ファンたちは、再生回数を増やすために自らの時間を費やし、SNS でのシェアやコメントを通じてその影響力を広げている。その結果、INZM はただの音楽作品ではなく、ファンとアーティストが共に作り上げた一つの文化的現象となっている。このような現象は、今後の音楽業界にも大きな影響を与えるだろう。ファンとの距離が近くなることで、アーティストはよりダイレクトにその声を聞き、 活動にに反映させるるることができるようになるまた、ファンたちは自らの意見や感情がアーティストに届くことで、さらにその活動を応援する意欲を高めていく。この双方向の関係は、今後の音楽シーンにおいてますます重要な要素となっていくだろう。INZM の100万回再生突破というニュースは、ファンにとって一つの到達点であり、同時に新たなスタートでもある。彼らはこの成功を喜びつつも、 次なる目標に向けて一歩を踏み出している。ファンたちのコメントには、もっと上という言葉が何度も繰り返されているが、これは単に再生回数を増やしたいという願いだけでなく、ナンバーアンダーライン愛と共に成長し続けたいという強い意志を表している。このように、INZM の成功は、ファンとアーティストの強い絆によって支えられている。そして、その絆は今後もさらに強固なものとなり、 新たな高みへと導いていくだろう。ファンたちの喜びと熱意が、どこまで INZM を押し上げるのか、そして次にどのような驚きが待っているのか、その答えはこれからの彼らの行動にかかっている。ファンたちの間では、すでに次の目標が語られている。100万回はただの通過点であり、真の挑戦はこれから始まるのだという声が多く聞かれる。このような姿勢は、 ナンバーアンダーライン愛にとっても大きな励みとなるだろう。彼らが作り出した音楽が、これほど多くの人々に愛され、共感されていることを知ることで、さらなる創作意欲が湧いてくるに違いない。ファンとアーティストが共に歩むこの旅路は、まだ始まったばかりであり、その終わりは誰にも予測できない。新たな目標に向けて、彼らがどのような道を切り開いていくのか、その過程を見守ることができるのは、 ファンにとっても大きな喜びである。i l i s の熱狂は、単に INZM という楽曲に対するものだけではない。それは、ナンバーアンダーライン愛というアーティストに対する、揺るぎない信頼と愛、そして彼らが紡ぎ出す音楽への熱い期待の表れなのだ。i l i s は、単なるファンコミュニティではない。彼らは、ナンバーアンダーライン愛と共に歩む仲間であり、共に成長し、 共に夢を叶えようとする存在だ。彼らは、ナンバーアンダーライン愛の音楽を楽しみ、応援し、時には厳しい意見も投げかける。そのすべては、ナンバーアンダーライン愛がより良い音楽を作り、より多くの人に感動を与えることを願う、純粋な気持ちから生まれている。ILIS は、常に進化を続けるナンバーアンダーライン愛と共に、新たな地平を目指していく。彼らは、 ナンバーアンダーライン愛の音楽を自分たちの生活の一部として受け入れ、そのエネルギーを糧に、日々を力強く生きている。INZM の100万回再生は、ILIS にとって、ナンバーアンダーライン愛の成長を目の当たりにした喜び、そして未来への期待をさらに膨らませる、大きな転換点となった。INZM の MV を再生し、その世界観に浸るとき、私自身の心も、 再び熱く鼓動を打つ。それは、ナンバーアンダーライン愛の音楽と、ILIS の熱狂が、私自身の人生に、新たな輝きをもたらしてくれるという、確かな予感だ。この先、ナンバーアンダーライン愛がどんな音楽を生み出し、ILIS がどんな熱狂を巻き起こすのか。それは、まだ誰も知らない、未知の領域だ。だが、一つだけ確かなことは、彼らの未来は、 きっと明るく、希望に満ちあふれているということだ。